こんばんは、藤本ひよしです、前回のラジオ動画のコメント読んでいきます、およるんさん、いつもありがとうございます、藤本さんこんばんは、23日のスタプリ感謝祭ですが、コロナウイルスの広がりが想像よりも強く、職場などへの影響も考慮し、団長の思いで参加を自粛させていただきました。参加者及び出演キャストの皆様の健康をお祈りいたします。藤本さんも体調にお気をつけください。行きたかったよーとコメントいただきました。ありがとうございます。はい。ということで、前回も言ったんですけどもね、コロナウイルス流行ってますね。なんかもう大変なことになってますね。なんか本当に、前回も言った通りなんですけど、自分は青森に住んでて、青森はまだその感染者がゼロなので、結構まだ実感が湧いてないところが正直現状なんですけど、ただこれだけね、連日新聞やらニュースやらで取り上げられると、なんかこうね、いよいよ怖くなってきたなって感じなんですけど、まあそれの影響も受けたのが、スタプリ感謝祭なんですよね。先日ね、東京公演も無事、終わりまして千秋楽という感じだったみたいなんですけども、まあね、良かったみたいですね。スタプリ感謝祭なんか行った方もね、視聴者さんで結構いらっしゃるみたいで、いいなという感じだったんですけども、ただそのスタプリ感謝祭もね、感謝祭自体が開かれる3日前くらいだったかな、3日前くらいに公式ツイッターでそのコロナウイルス関連でちょっとやるかわかんないけど、ちょっと続報を待ってくださいみたいな、そういうお知らせがあって、ちょっと開催が危ぶまれるっていう感じだったんですけど、まあ開催2日前に、まあ万全の準備をして開催しますということで、実際無事には開催されたんですけども、それでもね、なんかこう良かったなってこう、100% 肯定な気持ちで、ね、よかったよかったとも言えないのがね、ちょっと怖いところですけど。まあでもね、スタプリ感謝祭無事終わって、まあ個人的な意見としては本当に良かったなと思います。スタプリちゃんと有終の美じゃないですけど、ちゃんとね、形として、ね、こう、終わるというか、ね、ちゃんと感謝祭できて良かったなと、個人的には思います。はい、ということで、およるんさんはね、ちょっとね、もともと行く予定だったけど、参加を自粛したということでね。まあ、しゃあないっちゃしゃあない話ですよね。まあでも、一応ね、東京公演開催されたってことは、ライブの DVD、ブルーレイが発売されるということだと思うので、ちょっとそれの発売をね、楽しみに待ちましょう。ということで、ちょっとね、頭から、なんか重い話から始まっちゃったんですけども、皆様もちょっと、手洗いうがい気をつけてね、毎週元気にプリキュアを見れるように健康でね、生活していきましょうということで、半回も始めていきましょう。第37回ですね、始めていきましょう。改めまして、藤本ひろしです、この動画、このラジオ動画、このラジオ番組はですね、プリキュアが好きな大人、通称大きなお友達という存在に向けて作っているラジオ動画、ラジオ番組でございます。まあプリキュアっていう番組はね、そもそも小さな子供のためにある番組なので、なかなかね、大人がね、俺プリキュア好きなんだぜっていうことを声を大にしてなかなか言える機会っていうのはないんですよ。なので、まあこのラジオ動画内ではせめてそういう気持ちをオープンにして喋っていこうぜ、語っていこうぜという、そんな意図で作っております。皆さんからのコメントを募りまして、それを自分が紹介していく、また自分自身の意見も喋っていくというラジオ動画、ラジオ番組になっております。皆様から絶えずコメントいただいているおかげでですね、第37回まで来れております。ありがとうございます。ということで、第36回、前回のですね、ラジオ動画のコメントの続き読んでいきます。たぶやかな調べさん、いつもありがとうございます。最近ツイッターでもお世話になっております。変身後のプリキュア呼びの件ですが、前回ですね、プリキュアはね、変身前と変身後で呼び名が変わるけど、それってなんか明確な理由があるんですかねみたいな話をしたんですけども、
私の見解ではやはり子供たちにプリキュアの名前を覚えてもらうためだと思います。かっこ言ってしまえば商業上の理由ですね、とコメントいただきました。ありがとうございます。そうですね、ぶっちゃけちゃえばそうだと思います。前回はね、なんかこうぼやっと分かんなかったんですけどね。でも、ぶっちゃけちゃえばそれが一番ね、最有力な説なのかなとは思いますね。ねえ、おじゃ魔女ドレミなんかはね、その変身前と変身後で名前は変わらなかった。あれ？変わらなかったよな、確か。うん。だけどね、そうやって明確に分けることで、まあ、ね、こう、分かりやすいし、名前もね、覚えてもらえるしっていう感じですよね。まあ、プリキュアってね、なんだかんだ商業アニメなんで、物、おもちゃを売ること、お菓子を売ることが最優先になる。ね、残念ながら番組なので。ね、視聴率云々も大事だけど、何よりもまずおもちゃだのなんだの商業的なものがね、先頭に立ってくるんで、しょうがないことではあるんですけど、まあでもそういうところをね、考慮しつつもちゃんとした濃厚なストーリーが見れるのはプリキュアのいいところですよね。はい、ということで、たおやかな調べさん、ありがとうございます。はい、ということで次のコメントです。吉村秀、読めない。ごめんなさい。吉村さん、ありがとうございます。ヒープリの黄色キは、スパークルは個人的にムードメーカー役かと思います。そうですね。ちゆちゃんが勉強が得意な方で、ひなたちゃんは勉強が苦手だそうで、テンションの高いおバカキャラって感じだからです。余談ですけど、主人公ピンクプリキュアといえば、基本的に元気要素は定番ですけど、ヒープリでののどかちゃんは、幼少期に病気持ちで控えめ。ということで、ドキプリのアリスちゃんを思い出しました。彼女たちが今後プリキュアになってどんどん成長していくのが楽しみです。来週の放送待ち遠しいですね、とコメントいただきました。ありがとうございます。はい、そうですね。別個にね、感想動画も上げたんですけど、キュアスパークル初変身会が無事終わりまして、プリキュア3人が揃い踏みしたわけですけども。まあね、個性的ですよね。スパークルは。ね、これからどうなっていくのか非常に楽しみですけども。スパークルはね、ね。この吉村さんにもあったんですけど、テンションの高いおバカな感じのキャラクターっていうイメージっていうのもあったんですけど、それに関してですね、桐生千斗さんからもコメントいただいてまして、なんかスパークルはマリン的な人気が出る気がするとコメントいただいております。ありがとうございます。そうですね、なんかこう、最近の黄色プリキュアにはなかった、あざとイエローのその波動はビンビン感じるんですけど、それ以上にそのマリン的なね、そういう雰囲気も感じますよね。なんかこうぶっ飛んでる感じのキャラクターですよね。まあハードキャッチのエリカ、キュアマリンとか、あとハッピーネスチャージプリキュアの姫、キュアプリンセスとか、そこら辺のね、雰囲気もなんとなく感じますよね。あと、ゴープリンセスプリキュアのね、キララちゃんとかもね、結構ぶっ飛んでましたけど、まあそこまでね、ぶっ飛んでるかって言われればあれだけど、一回プリキュアになったのにね、私忙しいからってプリキュア断るんですよね、変身したのに。なんかあれも好きだったんですけど。まあプリキュアはね、個性の塊な人物ばっかりですからね。誰一人似通った個性のプリキュアいないのは本当にすごいなって思いますね。あと、吉村さんのコメントの続きですね。主人公ピンクプリキュアといえば基本的に元気要素満載な感じが定番だけど、ヒープリののどかちゃんは、まあ、控えめだということですね。そうですね。うん。まあ、ピンクプリキュアの中ではかなり珍しい部類なのかな、なんて思ったりもしますけど。でも結構ね、なんだろう、こう、根っから、本当にこう、なんかこう心の根っこの部分から本当にもう元気はつらつみたいなピンクプリキュアって意外と少ねえのかなって自分思ったりするんですよね。まあ初代のね、キュアブラックミスミナギサなんかはまあ元気はつらつといえば元気はつらつだけど、まああくまで等身大のね女子中学生っていうのが初代のねこうテーマだったりするから、そこまでこう元気っていう、まあ元気だけどね、そこまで天真爛漫ってわけでもないし、まあスプラッシュストーンのサキちゃんなんかは天真爛漫なのかな。うん。
あと個人的に印象深いのはスマイルプリキュアの主人公の星空みゆきちゃんっていうキャラクターがいるんですけど、キュアハッピーですね。自分とても好きなキャラクターなんですけど、まあ第1話からめちゃくちゃ元気でもうぶっ飛んでて、もうまさにピンクプリキュア元気はつらつっていうキャラクターなんだけど、そのストーリーをなんかこう進めていくと、意外とその幼少期は暗い子だった、なんか人と話せない子だったっていう過去が明らかになったりして、それはまたこうエモいなって思ったりしますよね。そういう暗い過去があったからこその今元気な自分がいるみたいなのはすごくね、ストーリー性があっていいなって思いますね。スマイルプリキュアはそこら辺ね、その本編もそうですけど映画でねそこら辺保管されてるので、映画おすすめですね、スマイルプリキュアは。うん、あとなんだろうな、まあピンクプリキュアの幼少期で思い出すのはやっぱハグッドプリキュアを思い出す方が多いんじゃないかなとは思いますけど、ハグッドプリキュアの主人公のの花ちゃんはね、ねちょっと辛い過去がありますからね、小学校時代ね、ねいじめられてたみたいな過去があるからね、あれも辛いよな。なんかそういうのがあってこう天真爛漫元気はつらつみたいな中学校時代を生きてるっていうのはすげえこうね、泣きそうになっちゃうけどねね、ハグッドプリキュアもいいよな、なんてことを考えてると、とてもねこうピンクプリキュアっていうところだけで絞って考えても、シリーズごとにいろんな特色があって面白いなと思いますね。はい、ごめんなさい名前わかんないんですけど、吉村さんと、あと桐生千斗さん、ありがとうございます。はい、ということで次のコメントです。もつさん、ありがとうございます。コメント久しぶりですね、ありがとうございます。藤本さんも感染症気をつけてくださいね、ありがとうございます。都会ではマスクが品薄すぎるので、僕はスパークルをしになりそうです、日曜日が楽しみで仕方ありませんとコメントいただきました。スパークル推しになりそうということで、スパークル推しになった人は今年1年楽しそうだなね、なんかこうまあでもスパークル界とかで辛いこともこれからあったりするのかな、どうなんだろう、わかんないけど、自分は今んとこのどかちゃん推しでいきたいと思ってるので、なんかねのどかちゃん推しになった人は辛いことが今年1年多そうな感じするけど、まあね、好きになったキャラクターは一生愛し続けていきましょうということで、あとね前半の、話ですけど、都会ではマスク品薄すぎるのでということで、そうですね、ちょっとプリキュア関係ない話ですけど、ニュースとかでもやってますけどマスク品薄ですね。都心部でもね品薄っていうのは聞いてますけど、青森もそうなんですよ。青森も今マスクなくてね、薬局とか行ってももうマスクコーナーガラッガラなんですよね。ちょっとね今全国的にマスクは品薄状態で大変ですね。ちょっと早く落ち着いてほしいんですけどね、4月とかにねレイフレあるからちょっといい加減落ち着いてほしいななんて思ったりしますけどね。はい、もつさんありがとうございます。はい、ということで、次のコメントです。キラさんですね、初めてですかね、ありがとうございます。63人の中で好きなプリキュア誰かいる？ちなみに私はキュアショコラ様派ですとコメントいただきました、ありがとうございます。キュアショコラ様って様つけてるのはすごい愛を感じますけどね。ですね、これねちょっと過去に自分ねと自分の動画で何回も言ってる話ではあるんですけど、自分一番好きなプリキュアっていうのは一人いて、基本的にでも自分なんだろう、こう固執してこうどのシリーズが好き誰誰が好きっていうのはあんまりプリキュアに関してはなくて、基本的に全シリーズ好きだし全キャラクター好きなので、基本的にプリキュア箱推しみたいなところがあるんですけど、ただキャラクターで言うと一人めちゃくちゃ好きなキャラクターがいて、それがドキドキプリキュアの主人公の相田真奈ちゃん、キュアハートなんですよ。キュアハートはねいいんですよ本当にいいんだよキュアハートは。さっきねピンクプリキュアの話しましたけど、まあキュアハートこそねー、そのなんて言うんだろうな、ピンクプリキュアがピンクプリキュアたるゆえんというかね、なんかキュアハートこそがなんだろうプリキュアみたいなって言うとね、いろんな人に怒られそうだけど、本当にねこうメンタルが鋼のメンタルなんですよ。
まあ幼少期にね辛いこともあるみたいなことは映画で語られたりするんですけど、ドキドキプリキュアもね映画で語られたりはするんだけど、まあ本当にすげえ人なんですよキュアとは。まあそこら辺はね、ドキドキプリキュアをねちょっと通して見てもらえればよくわかる話だと思うんですけど、まあ純粋に可愛いしね、あと声優さんの長溜仁美さんも自分とても好きっていうのもあって、もういろんな要素が相まってキュアハートが大好きですね。はい、ということでキラさんありがとうございました。藤本博史の動画、はい、次のコメントです。2通目になってしまうんですけど、たおやかな調べさんもう1通来てますので読みたいと思います。藤本さんこんばんは。コメントしているのが2月23日の日曜日の夜なのですが、ツイッター上がキラヤバで溢れています。理由は言わずもがなスタプリ感謝祭でしょう。私は言っていないのですが、他の人のツイートを見るといかに素晴らしかったかがよくわかります。そのツイートを見るだけでもう泣きそうです。やっぱりスタプリってプリキュアって愛されてるなって感じました。そして自分がプリキュアファンで本当に良かったって感じました。プリキュアファンで良かったとコメントいただきました。ありがとうございます。感謝祭関連でもう一つコメント、ヤンメイさんいつもありがとうございます。ですね、藤本さんこんばんは。私のプリキュア愛はほぼスタプリに向いていますが、でも二人プリキュア素敵だと思います。前回の話ですね。やはりかけがえのなさというか、お互い以外に支え合う相手のいないギリギリ感は二人以上プリキュアには出せない魅力だなぁと。やばい、感謝祭後遺症もあって総集編買いたくなってきてしまった。ではではチャオとコメントいただきました。ありがとうございます。ヤンメンさんはですね、感謝祭に行った方ですね。まあ、ファミリー公演というか、2つあった公演のうち1つはね、ちょっと家庭の事情で行けなかったということだったんですけども。感謝祭ね、この動画の前半でも少し触れましたけど、感謝祭ね、良かったみたいですね、本当に。なんか本当になんか、なんだろう、こう、ツイッター上でね、自分もそのフォロワーさんで何人か、感謝祭行ってる方がいて、その普段めちゃくちゃ語彙力のあるすごいこの方頭いいんだろうなっていうようなツイートをされてる方でも、なぜか感謝祭終わった後はキラヤバーしかつぶやいてないっていうのがすごく面白くて、まあそれだけ素晴らしいイベントだったんだろうなっていうのが、ちょっとね早いとこ円盤ね、欲しいなというところですね。 DVD ブルーレイ買いたい。ちょっとこれはね確実に買おうと思っております。まあちょっと他の動画でも喋ったんですけど、もう予約開始してて円盤、まあライブパートもあるんですけど、それぞれのねキャラさん歌ったりオープニングエンディング歌ったりっていうのもあるんですけど、そのスターシングルプリキュアのキャストの方々がそのスタプリ本編から15年後、まあ最終回の時系列ですね、最終回だったみんなが大人になった時の時系列のアニメになってないお話を朗読する、まあ朗読劇みたいなのをしたらしいんですよ。なんかそれがすげえ自分気になってて、まあちょっとコメントでねネタバレしないでほしいんですけどね、それをちょっと円盤で確かめたいので、ただそれがめちゃくちゃ楽しみですね。他にもねなんか本当にいろんな方がよかったよかったって言ってるので非常に楽しみです。円盤も楽しみです。早いとこ見たいです。はい、たよかな調べさん、あとヤンメイさんありがとうございました。次のコメント、太田香織さんいつもありがとうございます。ラジオ動画ウポツです。仙台はちょっと遠いですねとコメントいただきました。ありがとうございます。これはですね、仙台で今行われている、プリキュアプリティストア仙台出張店の話ですね。それに関連してもう一つ、ホッシーさんいつもありがとうございます。今日は2月21日プリティストア in 仙台の初日でした。しっかり行ってきましたよ。建物自体がそこまで大きくないのと、初日でテレビ収録もあって、オープン前に並びましたが、結局1時間ぐらい待ちましたね。並んでるんですね。中では歴代プリキュアのオープニングが流れていました。
自分プリキュアにハマってから初めてプリティストアというものに行ったので、もしかしたらそれが普通なのかな。15歳の中3が現実を忘れて楽しんじゃいました。ぜひ行ってみてくださいとコメントいただきました。ありがとうございます。過去の動画でも何回か話してるんですけども、プリティストア出張店 in 仙台ですね。東北の中の中心地である宮城県仙台市で今開かれておりますけども、まあ、仙台限定グッズなんかも結構いっぱいあって、かなり力の入ってるプリティストア出張店だなという感じなんですけども、まあね、出張店はいいですよね。なんかどん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 増えてほしいなと思います、出張店。まあできれば支店もね増えてほしいところですけど、まあ支店がねできるのはなかなか難しいところなのかもしれないですね。なんかいつだったか、横浜でしたっけ、あれどこだったっけ、なんか支店できたけど閉店したのありましたよね。横浜じゃなかったっけ、あれどこだったっけ、九州とかでしたっけ。なんかね一つ閉店しちゃったんですよね。まあなかなかね東京とか以外だと難しいんでしょうね。まあならせめてね出張店を頻繁にやってほしいなと思いますね。うん、なんか欲しいさん楽しんだみたいでよかったです。ぜひ、今後も素敵なプリキュアライフを送ってください。ありがとうございました。大田香織さん、欲しいさん、ありがとうございます。次のコメントです。桑野美色さん、いつもありがとうございます。今週もラジオお疲れ様です。ありがとうございます。ヒープリ4話まで見ましたが、最新話ですね、ニャトランをはじめ今回は妖精、複数の妖精がみんな個性的で可愛いですよねとコメントいただきました。ありがとうございます。そうですね、これはね感想動画でもちょっとチラッと喋ったんですけど、今回のプリキュアはね、なんか妖精さんにめちゃくちゃフューチャーされてるなという印象があって、まあまあ完全に自分の今個人的な意見ですけど、そのヒーリングとプリキュアっていうシリーズのテーマがその自然環境とか地球とか結構ね星規模というか規模が大きいものになってるので、もしかしたらそのね人間の中だけでは完結しない物語がこれから展開されていくのかななんて思ったりしますね。動物とか植物とか、なんか地球にね生きとし生けるものを、そこら辺の生命みたいなのをね、まあ、命の尊さみたいなものをなんかこうテーマにしていくのかななんて思ったりしますね。だからこそ人間じゃない妖精さんがフューチャーされてるのかななんて思ったりしました。まあ自分の勝手な妄想なんですけど、まあまだ4話ですけどね、かなり濃厚な4話でしたね。まだ40話以上残ってますけど、非常に楽しみなシリーズになりそうですね。はい、ということで、桑野美色さんありがとうございました。ですね、次のコメントです。忍者ラビットさん、ありがとうございます。DVD でプリキュアを見てる人にしか伝わらないと思うんですけど、エンディングのダンスレッスンムービーってめちゃくちゃ可愛くないですか。普段じっくりダンスの動きを見ることってあんまりないので、ここでこんな動きをしていたのかみたいなのが知れて面白いです。個人的に好きなのはラブリンクとパーティーハズカムです。ありがとうございます。ラブリンクはめっちゃわかります。自分ラブリンクめちゃくちゃ好きなんで、あのドキドキプリキュアの後期エンディングテーマですね。プリキュアのエンディングはねいいですよね。自分 DVD は申し訳ないんですけどちょっと買ってないんであんまりこう語れないんですけど、ただ最近 YouTube でねプリキュア公式でダンスレッスンムービーなんか上がったりするんで、そのエンディングムービーだけではこう見ることができないダンスの細かい演出とか動きとかを、そういうダンスレッスンムービーでは見ることができますよね。なんかそういうの改めて見るのも楽しいですよね。なんかあれだけこう素晴らしい CG ダンスをね、まあどうしてもね演出上の問題でエンディングのそのアニメーションの中では踊ってるのにそのね動きが見れないみたいな描写は多少ありますからね。3人とも踊ってるのに1人しか映ってないみたいなところもあるし、そこら辺ダンスレッスンムービーはね非常にありがたいですよね。プリキュアのダンスエンディングも年々進化してますよね。
もともと始まったのはフレッシュプリキュアっていうシリーズからでしたけど、まあそれ以前もダンスはしてたけど、それはね CG じゃなかったから、まあでもフレッシュプリキュアも今見てもすごいんですよね。なんか、フレッシュプリキュアもすごいんだよな、今見てもダンス。今年のねダンスエンディングもいいですよね。自分個人的になんだろうな、その忍者ラビットさんはね、ラブリンクとパーティーハズカム、パーティーハズカムはあれですね、ハピネスチャージプリキュアのエンディングですね。ですけど自分もでもラブリンク好きなんですよね、ドキドキプリキュアの。あとなんだろうな、ダンスエンディング、皆さん何好きですかダンスエンディングってなんだろうな。あれかな、あのゴープリンセスプリキュアの後期エンディングテーマ、自分好きですね。なんだっけ曲名で忘れしちゃったなんたかは未来への道みたいな感じの、好きなね曲名忘れちゃったよ。なんかすごいディズニーっぽい感じの CG なんですよね、あれ。しかもあれプリキュア4人でエンディングが4種類あるんですよね。あれめちゃくちゃ好きでしたね。っていう感じでエンディングもね進化してますね。はい、ということで忍者ラビットさんありがとうございました。はい、ということで最後のコメントですかね。すいません、ちょっと最後2つまとめてコメント紹介させてください。まず1つ目、コマ293さんかな、ありがとうございます。初めてのコメントですね、ありがとうございます。多分藤本さんはじめまして。高1でプリキュアにドハマりしてハグプリから本格的に見始めた男子学生です。他の人のコメントにもありますが、周りに話すような人がいなく惹かれてしまいそうだという思いから引っ込み思案になり、グッズを買う時も恥ずかしくなってしまいます。雑談のアプリで波長の合う人を探してもなかなか見つからなかったのですが、藤本さんは本当にやってほしいプリキュアの話をしてくださって楽しく見させていただいています、ありがとうございます、というコメントです。ありがとうございます。あともう一つ、ライム放送局さん、ありがとうございます。こちらも初めてのコメントかな、ありがとうございます。こんにちは、ライムです。こんにちは。最近困ってることがあります。周りにプリキュア好きがいない、高校の友達も中学の友達にもプリキュア好きな人がいなくて誰とも語れません。プリキュアの愛を語っても惹かれてしまって見てくれる人がいなくて、藤本博さん何かアドバイスをください。ちなみに僕の一番好きなキャラは美少舞ちゃん、ヒープリも毎週欠かさず見ています。のどかちゃんほんとかわいい、とコメントいただきました、ありがとうございます。美少舞ちゃんかわいいですよね。一部界隈ではプリキュア1の美少女と言われているキャラクターですね。はい、ということでちょっと今似通ったコメントを2つ紹介させていただいたんですけども、ね、こういうコメントね定期的に来るんですけど、今回はねちょっとコメントはねないんですけど、自分の動画のにねよくコメントしてくださってる方でスーパーヤンバルさんっていう方がいらっしゃるんですけども、その方がねこれに関してとても明確な答えというか、いいことを喋ってらっしゃったんですけど、まあ一語一句同じではないんですけど、まあ自分もねその同じ考えというか似たような考えなのでちょっと改めて喋るんですけど、ね、まあもちろん自分のこの考え、正しいとは限らないんで、いろんな人の意見があるんで、この今から言う自分の意見をね鵜呑みにはしないでほしいんですけど、あくまでね、まあプリキュアオタクとしての先輩なのかな、わかんないけど、まあね、ただ、一つの意見として聞いてほしいんですけど、まあこのねラジオのねそのオープニングの後の冒頭のねセリフというか喋ったことでもちょっと喋りましたけど、プリキュアっていう作品がそもそも大人向けには作ら、まあ大人向けにも作られてるけど、自分たち聞いてるねこのラジオを聞いてる皆さんは大概ね大人の方だと思うんですけど、まあ学生さんもいると思いますけど、そのプリキュアの対象年齢ではないわけなんですよ、自分たちは。あくまでプリキュアっていう作品は小さな子供のためにあるものなんですよね。男の子、女の子、今は男の子でも普通にプリキュア見ても全然いいと思います。まあ昔はね女の子女の子って言われてたかもしれないけど、まあハグとプリキュアなんかでも取り上げられてた多様性ですよ。マスタープリでも取り上げられてましたけど、男だからとか女だからとかそういうところは関係ないよねっていう話ですよ。
うん。なんですけど、まあでも、言うてプリキュアはね、子供向けなわけですよ。ただ大人が見ても十分面白いし、めちゃくちゃ面白いわけなんですよ。そこら辺も多様性なんですよ。大人が見てもいいんですよ、全然。全然いいけど、ただ、それをオープンに世間に喋っていくと、聞く人も一定数いるわけなんですよね、残念ながら。でもそれもまあしゃあねえ話ではあるんですよ。だってプリキュアって子供番組だから、その人たちからね言わせれば、自分たちからね、そのプリキュアが大好きな自分たちから言わせれば、そんなことねえよって声を大にして言いたくなる気持ちもわかるけど、プリキュアを知らない人から言っちゃえば、プリキュアはあくまで小さい子供が見るもので、それを見てる大人はちょっと変な人なわけですよね。残念だけどね。ただそれをね、ね、変な人っていうことを言われても、プリキュアファンはやめないじゃないですか、自分たちは。だからそこら辺をね、自覚してプリキュアファンとしてね、こう、いればいいんじゃないかなとは自分は思うんですよね。そのあくまでその客観的に見られた時に、自分たちは子供番組を見てる、子供番組を一生懸命毎週見てる、ちょっと変わった変な大人なんだなと自覚しつつ、それでもやっぱりこうプリキュアを楽しんでる人間のうちの一人なんですよね。だからプリキュアに興味ない人にね、無理やりその魅力を語っても、残念ながらその魅力はね伝わらないだろうし、まあ仲間が増えるのはいいことだけど、そこをねこう無理やりね、言ってもむしろ惹かれちゃうだけなんで、残念だけどねただその、その惹かれたからといってプリキュアの魅力がなくなるわけではないし、まあね、そう、まあプリキュアを好きになるっていうのはなかなかね大友としてはちょっと大変というか難しいところはあるんですけど、まあそこら辺はね、特に学生さんなんかは大変だと思いますけどね。大人になったらね、なんかこう、まあ大人になっても大変か。でも大人になったら基本プリキュア好きって普通は隠すもんかな、隠さない人もいると思うけど、そこら辺はね、もう割り切ってやるしかねえのかなって自分は思います。個人的な意見ですけどね、あくまで一人の個人的な意見として聞いてほしいんですけど、はい、という感じですかね。まあ答えになったかどうかわかんないけどはい、ということでそんな感じですね。コマ2933と、あとライム放送局さん、ありがとうございました。藤本博史の動画、はい、ということでじゃあ今回はそんな感じで終わりたいと思います。ですね、最近ですね、ヒープリの感想動画の再生数が好調で、それもあってちょっと新しくチャンネル登録をしてくださる方も、たくさんいらっしゃいまして、もしかしたらその中の方がね、このラジオ動画にコメントしてくれてる方もいると思うんですけど、今回非常にたくさんコメントいただきましてありがとうございます。なのでちょっと紹介できなかったコメントがいくつかあります。申し訳ないです。できればね全部紹介したいなと思ってるんですけど、ちょっと時間的にどうしてもあまり長くなりすぎちゃうのもあれなので申し訳ないです。ちょっと次回もね懲りずにコメントしていただければなと思います。はい、ということでそんな感じでじゃあ今回は終わろうかなと思います。このラジオ動画はですね、毎週木曜日の夜8時20時ですねに投稿しております。投稿自体は木曜日の夜なんですけども、そのラジオ動画、このラジオ動画を収録録音してるのは2日前の火曜日になってますので、できれば火曜日の夕方くらいまでにコメントいただければ紹介できる確率が大幅にアップすると思いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。ということでヒープリ、4話まで終わったわけですけども、次回は5話ですね。まあプリキュア3人揃って初めてのお話になりますけども、まあチグハグ喧嘩するような感じの回になるのかなって感じですね。予告見る限りはどんな感じになるのか
非常に楽しみです。あと青山さん作画会ですね。プリキュアレジェンドですけども、青山さんの作画は安心しますね。ちょっとね、顔が丸っこくなって、で、なんて言うんだろうな、青山作画あるあるなんですけど、手の振り方がちょっと特徴的だったり、ちょっとバンザイみたいなポーズがよく見れたりするんですけど、そこら辺も楽しんで5話、視聴していきたいと思います。はい、ということでそんな感じですかね。スタプリ感謝祭も一段落して、なんか改めてスタプリロスが今襲ってきてますけど、スタプリも面白かったな。ヒープリも楽しみですけどね。はい、ということでそんな感じで、じゃあ今回は終わりたいと思います。はい、ということで今回のラジオ動画の相手は藤本ひろしでした。また来週木曜日のラジオ動画でお会いしましょう。今回のラジオ動画の相手は藤本ひろしでした。ではでは。